飯田俊樹のルームレソナクト。本日のゲストは正則ピカさんです。楽しいトークと音楽でお楽しみください。そして、かげりという曲ですけれども、はいはい、これはどんな曲ですか？あの曲はですね、実はまあ、ある会社が発売してる、はい、スピーカーの中になんか平成の100曲、はいはい、という、ものがありまして、はい、まあ、そこに収録されてる曲でして、別にシングル曲でも何でもないんですけど、はい、なぜかその、まあ、レーベルの、はい、方が妙に気に入ってくれて、はい、でなんか他のその、大ヒット曲、はい、X ジャパンの「フォーエバーラブ」だとか、うん、そういうのと一緒に一応平成の100曲として、うん、まあ、収録されて曲ですね。ああ、そうなんですね。実はでもアルバム「ラセーヌ」というアルバムの中の1曲に過ぎないんですけど、うん、まあそうやって、まあ、少しちょっと注目というか、うん、あれですね、まあ、少しだけ取り上げられた曲なんで、はい、うん、でまあ「陰り」はでも悲しい曲ですね。でもそうですね、なんかこうそうですね、うん、恋愛が終わっていく、恋が終わっていく、まあ、うん、そうですね。これは実話とかなんですか、歌詞は？いや、40% 実話、60% フィクション。ああ、なるほどですね。じゃあちょっと自分の人生も入ってるんですね、やはりご自分の人生もここに。まあ、うん、一応そうですね、やっぱ歌、楽曲、はいはい、の中にぐらいにしか僕の人生入ってないですから。いや、そんなことない。あ、でもなんかこれはピカさんならではの世界観だなと思って、なんか僕にはなかなかこう表現するのが難しかった曲ではあるんですけども、ね、本当に歌詞もそうですし、そのなんていうんですかね、空気感、この曲が醸し出すそのムードみたいなものが本当にピカさんにぴったりで、うん、とても妖艶な感じがしてね。まあそうですね、うん、だからまああれも、うん、狙って作るタイプの曲ではないですね。あ、はいはいはい、これもでもこれからもね、たくさんの方に届いていく曲に なるでしょうね。そうですね、これをきっかけに、うん、ますます多くの人、はい、うん、まあ、聞いていただけたら、はい、憂鬱な気分になってもらえると思います。確かにこれハッピーになる曲ではないですね。ないです。ズドンとこれを聴いて一緒に憂鬱になりましょうということですね。懐かしい後ろ姿を見た。少し痩せたようだね。少女の面影も消えて。シェードバー I still search for you。 戻れないと分かってる。二度とあんな日々は来ないことも、薄れゆく記憶の中にあなたが揺れる。約束 I have missed the 人混みを
通り抜け飛び乗ったラストライン窓際にもたらかかる眺める見慣れた景色Shade of love I still search for you 午前零時やるせない誰もいない部屋の鍵を開けるなんてうすれゆく記憶の中にあなたが止まる忘れられないあの時泣かせたことも本当にピカソの個人的にも あれなんですよねゆかりのあるお寺なんですよね、まあ、ゆかりがあるどころではなく、はい、お墓に、はい、僕の父が、ねうんまあ、おりましてそうなんですね、まあ、しかも今日、この収録日、はい、2月19日は、はい、その父の、命日あそうなんですか、じゃその今そこに眠ってらっしゃるところでこう僕ら歌を歌ったわけですね。そうですあどんなお気持ちでしたそれ、うん、僕父親が亡くなった時、はい、モスクワにいたんですよ。あそうなんです、ね、で、まあ、最後を見ることできずに、うん、それがやっぱり今日しかも天気にも恵まれましたね、うん、そうですね、だから少し、吹っ切れたというか、多少の供養
今だったんじゃないかなって。あ、本当ですか。なんかそんな機会にこの番組がなったのだとしたら本当に嬉しいです。だからいろんな偶然が重なって、はい、本当にあのシンクロニシティというか、はい、もう、まあ、なんかすごいあれですね、偶然の一致、はい、そうですよね、素晴らしい、うん、たまたまですもんね、この日が決まったのもね。そうですね、ええ、あ、なんかそんな機会に僕もあのピカさんと声を重ねることができて本当に嬉しいです。本当に、うん、まあそれはあれですね、まあ、僕もあの、はい、あれ長丸吉報よ嬉しいで、とても嬉しいですと韓国語で言ってくれました。なんで韓国語だったのか分かりませんが、僕もナードキッパよ、さあそんなピカさんですが、これから目指すとことか野望なんかはまだありますか。うん、野望は別にないんですけど、はい、まあ、まずは、一応新曲を、はい、まあ、4月か5月か、はい、まあおそらくこの番組の配信と同じぐらいのタイミングであのシングルを取り出す予定でして、はい、でそれに合わせてあの雑誌とか、はい、そういうメディア露出、ああ、あの、まあ、も、同時にやるという形 で、はい、でただ、まあ、別に僕は特別宣伝をしたいわけではないんで、はい、やりたいこと、個人的にやりたいことというのは、はい、あれですね、あのこの横浜のお寺 の、はい、あの次は例えば軽井沢の教会とか、はいはいはい、あるいは、はい、通天閣の前とか。ああ、なるほど、それも面白いですね。あ、そういうところで歌っていきたいですか。だから変わった場所で。あ、そうですよね。 であとこのライティングもあっての話ですけど、ね、そうですね、あの通天閣の前で照明もなしにそれやってたらただ の、 あの物乞いの弾き方あれじゃないですか。いや、見たいですけどね、それもめちゃくちゃ見たいです。これ今日の仕事は辛かった、あとは焼酎を煽るだけ。それちょっと悲しすぎますよね。通天閣の下でそれをピカさんがやってたらめちゃくちゃ面白いけど、通天閣をビューティフルに、なるほどね、はいはい、だから一番ミスマッチっぽいじゃないですか。あの、うん、要するにあのスカイツリーじゃダメなんですよ。そうですね、分かります。通天閣じゃないとダメなんです、はい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 、通天閣を美しく、美しくして、ええ、そのライティングの下でピカさんが歌う、そう、なんか素敵ですね。見てみたいですそれ。いやー、そうだから、そうですね、まあ機会あったらぜひ一緒に、ぜひぜひよろしくお願いします。いろんなところで歌うの面白いですね、きっとね、うん、だからそういう、そうですね、だからでもしかしたらこれが新しい、はい、そのコンサートのスタイル、はいはい、あのになるのかもしれない。そうですね、それはその可能性ありますよね、はい、でだからそこに、まあ、夢というか楽しみというか、うん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 、一応それが一応ありますね、はあ、素敵 な、 なんかこう未来の、ね、展望だと思います。あの本当に、今回ご一緒できてとても嬉しくて、なんかまたあの、ね、これからもお会いしたいですし、この皆さんもこう同時期に新曲も出されるということなので、ぜひチェックしていただいて、まさのりピカさんで、もう今までいろんな経歴いろんな名前でやられてますけど、まさのりピカさん、ね、うん、そう、だから今までの名前、あの、まあ、多分調べればすぐ分かると思いますけど、はいはいはい、あのをあの一旦あのあれして、なるほど、ま、で要するに、うん、まあ、初心に変えるという意味で、はい、まさのりピカ、はい、ただピカは、はい、PICA のピカ、はい、ですね、はいはい、ありました、まあ、ちょっとピカチュウとは少し違う、ね、分かりましたということで、本当に今日は素敵な音楽と素敵なトークありがとうございました。とても楽しい気持ちになりました。ありがとうございました。いやいや、 こちらこそありがとうございました。というわけで今日のゲストは、まさのりピカさんでした。ありがとうございました。関西ハムダそこは発祥よありがとう、お疲れ様ですとおっしゃいました。メルシーブック、ボンニュイありがとうかな、ありがとう、おやすみなさいです。飯田俊樹のルームレゾナクト。